スワンロワンスクエアフリーマーケット。うまっ。すごいものを発見しました。なんとフリーマーケットをやってたの。トゥルー、スワンロワンスクエアフリーマーケット。探偵ワンティーイシペハートゥーワンティーイシペワンニーワンティーイシペホフナハウウィめっちゃレアということで、今日はここを探索していきたいと思います。チュクンカファイガン。バンコクでさ、フリーマーケットって初めて来た。あんまりなくない？レアだよね。パニアライバンハー。なんかさ、アクセサリーでどこにでもあるよね。すごい、こういうマーレーハー、こういうチンチンなハー。やっぱフリーマーケットっていうだけあって安いね。ね、めっちゃ可愛くない？ほら、そうでもないか。洋服とかネイルもやってたし、あと植物とか。やっぱ洋服がメインなのかな。すっごいジャケットとかも売ってるよ。え、カメラが売ってるよ。パンホクライバーとペンナ。え、何流行ってんのこれ。流行ってんのかな。え、すごくない？え、フィルムとかも売ってるもん。すごくない？富士、ほら富士。え、サンパンサムライバーナンマクドワイ。すごい。キャノンとかもある。すごくない？富士サンパンサムロイ。ほい、ペンナ。なに、今カメラ流行ってんのかな。見て、え、これかわいいな、ちゃん。どこにフィルム売ってんだろ、こんなのさ。これやばいね。やばい、え、本当に古い。あ、懐かしい、見て、映るんです。え、たっか、790バーツ。こっちが50で、これなんかこっちの方が新しそう、最近っぽい。なんか洋服とかも全部おしゃれなんだよね。ちょっといつもよりおしゃれな感じを感じる。え、すげえ踊ってる人いるよ。え、なにこれ、願い事？七夕みたいじゃない？じゃん、 YouTube 20万人いけますように。ハルピーピリー、よし、 OK。え、サングラスやっぱ買う？え、植物売ってますよ。え、なんか可愛くない？え、これとか可愛くない？なんだろうな。え、やっぱなんか全体的におしゃれだわ。じゃあ今な、焼き鳥屋のお兄さんにナンパされたので買いたいと思います。You are not Thai? Ah, just wait.
モモモモ反対派反対派あお姉さんイチイチイチモモイチモモ派ネギマイチネギマイチレコあお能派ครับผมแค่นี้ค่ะจ่ายแค่นี้นะครับผม104บาทครับネギマ。うん。うわ、うまいわ。うん。うまっ。うまっ。うまっ。うん。これやばい、マモ。めっちゃ美味しい。これマジで日本の焼き鳥と変わんない美味しさ。ルンチイシペーパーなんか。アロイチチ。アロイマグレーハ。違う、いい肉使ってるって感じする。めっちゃ美味しい。フワジャイ。うん、うわっめっちゃ美味しい、やばい、最高、え、ここ超おすすめ。かわいい、なら、ちゃん、お守り売ってるよ。ね、あっちでライブもやってるみたい。すごいね。あ、ここまた食べ物ゾーンだ。クレープ。これなきんちゃん。奥のさ、バナナのやつ美味しそう。うわ、すごい。ポークリブ。うわぁ。なんじゃ、サイクロップ、いさ。ポー。ポー。ミートドゥアイなんか並んで食べてみようと思います。ここがさ、一番混んでるよ、多分マジで。マジでずっと並んでる。テレレレッテレー。おい。ナッキンちゃんってか。アニキンカレークなか。おー、クリホンマーマイハ。いただきまーす。ハルピーが今まで食べたサイクロップの中でマジで一番美味しい。サイクロップとアロイマグロの中でアニーマイコイミセミが、だからもう見つけたらみんな絶対食べてほしい。本当にアロイ全然なかワニナカハルピージャマーティスワンルワンスクエアとフリーマーケットなかサヌクワーイがサヌク全然なか、いつものナイトマーケットとは全然違う雰囲気だったし、なんかいつもと違うものが売ってたのがすっごいめっちゃ面白かったし、アロイマグロイナハと
コンか。タイでフリーマーケットっていうのは初めて来たけど本当に面白かった。超穴場。これはアップする頃には多分もう終わってるけど、ちょっと次回またこのお店につけたら食べようと思います。みんなもフリーマーケットとかナイトマーケットの情報があったらぜひコメントで教えてください。ということでこの動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではでもゴッドライ、ゴッドシェア、ゴッドサブスクライブ、ゴッドカッディン、はいどいなか中間クリプトンパイなか。